めまして、お化け屋敷プロデューサーのゴミと申します。僕はいつもですね、夏になるとお化け屋敷の暗闇の中にいてお客様の様子を見ています。ですからこのようなちょっと明るいところに来るといささかこうちょっと眩しく感じてしまいます。お化け屋敷のその暗闇の中で一体僕がどのようなことをしているかというと、お客様の様子を見ながら、ちょっと今のタイミングが悪かったなとか、もっと引き寄せて脅かさないとお客さんは喜んでくれないっていう、そういうような演出に関わること、これももちろん考えているんですけれども、それと同時にお客様がお化け屋敷の中でどんなことを考えながら進んでいるのか、そういうお客様の心の中のことっていうことに思いを巡らせて、見ています。今日は僕がその暗闇の中で考えている、なぜ人はお化け屋敷に行きたくなるのか、このことについてちょっとお話ししたいと思います。お化け屋敷の暗闇の中で考えている怖いお話を皆さんにするわけではないのでご安心ください。ところで皆さんは最近お化け屋敷に入ったことはありますか？私が初めて大人になって初めてお化け屋敷に入ったのは1992年、初めて私がお化け屋敷に携わるようになったその年の初めのことでした。当時のお化け屋敷はどのように見られていたのかというと、遊園地の片隅の方にあって子供じみて古臭い、そんなようなイメージでした。大人の人が、冷やかし半分に入っても真剣に楽しむ、そんなようなものではなかったんですね。ですから私もそのと同じような意識でそのお化け屋敷に入って行ってみました。古い祠があり、お経の流れるお堂があり、そして墓石が並ぶ、そういう墓地を歩いていきます。多少不気味ではあるんですけれども、それほど怖いなっていうようなものではありませんでした。ところがある場面に来た時にその私の意識っていうのがガラッと変わったんですね。それはどういうところかっていうと、お寺の境内のようなところを歩いていきます。するとこちら側に古い井戸があります。その脇を通ろうとすると、その井戸の中からコンコンコンと音が聞こえます。ふっとそっちを見たその瞬間にガンという大きな音とともに白い着物を着たお化けがわーっというふうに襲いかかってきます。私はその様子を見て悲鳴を上げて腰を抜かしてしまいました。その印象が非常に強烈だったので、お化け屋敷を出てからもなぜ僕はあんなふうに悲鳴を上げてしまったんだろうっていうふうに思っていました。っていうのも、お化け屋敷は子供じみて古臭い、そんなようなものを思ってましたから、まさか自分がそのお化け屋敷の中で悲鳴を上げるなんてことは想像もしてなかったんですね。ですからそれはどういうことなんだろうと思って、もう一回お化け屋敷に入ってみました。すると同じように井戸があって、その井戸の中からお化けがわっと飛び出してくると、同じように私は悲鳴を上げて腰を抜かしてしまいます。もう一回入ってもそれは同じことです。やっぱり僕は腰を抜かしてしまいます。なんでだろう、なんでだろうと思った時に、そうか、あれはお化けに扮した人間が襲ってくるから怖いんだ。その時に僕は一つのアイデアを思い浮かびました。それが大人のためのお化け屋敷というアイデアです。お化けに扮した人間が暗闇の中に何人もいて、それが次から次へと襲ってきたら、大人でも悲鳴を上げるようなそんなお化け屋敷が作れるんじゃないか、そう思って作ったお化け屋敷がこちらです。1992年に初めて作ったマロアカジのパノラマ会館、これが私が初めて作ったお化け屋敷です。この当時から私はお化け屋敷の中にいて、あるいは出口にいてお客様の様子を見ています。そうするとある奇妙なことに気づくようになりました。お化け屋敷から出口から出てくるお客様が悲鳴を上げていると同時に、その後に大きな笑い声を上げているんです。それはお化け屋敷の中でも同じです。脅かされて悲鳴を上げたその次の瞬間に大きな笑い声が起こっているんです。なんで笑い声が起こるんだろう、そもそも怖いところじゃないか。そして僕はそれがきっと自分が作っているそのお化け屋敷の演出っていうものがまだまだ怖くなくて、もっと怖いお化け屋敷を作らないとこれは成功していると言えないんじゃないか、そんなふうに思うようになりました。だからもっと怖いお化け屋敷、もっと怖いお化け屋敷、出てくるお客様が
泣き叫んでへたり込み、そして家に帰ってもトイレに行けなくなるような、そんなお化け屋敷を作らないといけないんじゃないか、そんなことを2年も3年も思い続けていました。ところがある時ふと思ったんですね。お化け屋敷は確かに怖いところです。けれども怖いだけのところにこんなに多くのお客さんがいらっしゃるだろうか。もしかしたらお化け屋敷ってのは怖いだけのところではない、それはもしかしたら楽しいっていうところではないだろうか。これは私にとって目から鱗が落ちるような、そんな大きな発見でした。お化け屋敷っていうのは怖いっていう情動を使いながら楽しいという快楽を得る、そういう場所なんですね。でもまた僕は考えます。でもなぜ怖いっていうものが楽しいっていうことに変わっていくんでしょう。怖いと楽しいなんてある意味全く正反対のものですよね。なぜこれがこんな風に変わることが起こるんだろう。それをまた暗闇の中でずっと考えていました。そしていくつかの心理的なメカニズムみたいなものがあるんではないかっていうふうに思うようになります。その一つは例えば緊張が緩和する、そしてもう一つは混沌が整理される、そして主観が客観に変わる、またごっこ遊びをしている、こういういくつかのメカニズムによって怖いということが楽しいっていうことに変わっていくんじゃないかなっていうふうに思います。今日はこのうちのこのごっこ遊びっていうことに焦点を当ててお話をしたいと思います。皆さんは子供の時にごっこ遊びをしたことありますよね。私はある時に小さい子供、女の子がお父さんと鬼ごっこをしている様子を見かけました。お父さんがお化けだぞって言って襲いかかってくると、女の子はキャーって悲鳴と笑い声を上げて逃げていきます。それを繰り返していくと、この悲鳴と笑い声がどん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 大きくなっていきます。女の子はお父さんっていう現実、これを見ていますけれども、同時にお父さんが演じているお化けというフィクションも見ています。で、この女の子にはお姉ちゃんがいます。で、このお姉ちゃんはお父さんの様子を見ながら、何をバカなこと言ってんのっていうふうにちょっと冷めた目で見ています。なんかよくある光景ですよね。で、このお姉ちゃんはお父さんっていう現実は見ているんですけれども、お化けというフィクションは見ていないんです。お父さんがお化けに見えるためには想像力というものが必要になってきますね。で、この想像力っていうものを働かせるため、そのためにはお父さんの演技っていうだけでは足りないんです。それだけではお父さんはお化けに見えない。その足りないものを何で補っているかというと、見る側がお父さん能動的な想像力を働かせてお父さんをそういうそのお化けだっていうふうに見ているんです。ここで行われていることっていうのは、お父さんをお化けに見立てる、そういう積極性が働いているんですね。女の子は積極的なその想像力を働かせることによってお父さんをお化けっていうものに見立てているんです。皆さんは見せ物小屋っていうものをご存知でしょうか。聞いたことはあるけれども見たことはないっていう方がほとんどだと思います。見せ物小屋は蛇女だとか火を吹く人だとか、あるいは怪しげな何かこう動物のミイラっていうようなものを見せたり、そんなようなさまざまな演目によって構成されています。で、かつてその見せ物小屋では、世紀の大マジックっていうものが披露されていました。見たこともないような世紀の大マジックですっていうふうに煽って煽ってお客様の期待をどんどん上げていきます。でもそこで披露されるものはもう何度も見たこともあるような使い古された、もうネタも知ってるようなそんなマジックです。そんなマジックを見て拍手をする人なんかいないだろうっていうふうに皆さんは思うと思います。私も同じです。ところがお化け屋敷では、見せ物屋ではそういうマジックに拍手どころか歓声さえも起こってくるんです。なぜそんなことが起こるんでしょう。私はずっとそのことが不思議でした。でも実際に
見せ物小屋に行ってみるとその理由っていうのがよくわかります。お客さんはマジックっていう何かこうおかしな現象が起こる、その現象を見に行ってるわけではないんですね。お客さんは見たこともあるようなマジックっていうものを、このなんていうかですね、もう世紀の大マジックっていうふうに見立てているんです。そこで行われていることっていうのはショーではないです。ごっこ遊びなんですよね。大切なことは世紀の大マジックであるっていうことではなく、見てるお客さんがそのマジックを世紀の大マジックにするっていうことが大事なんです。さっき の鬼ごっこの話にちょっと戻しましょうか。お父さんがお化けだぞっていうふうに言ったときに、それは自分の方に跳ね返ってきます。お父さんがお化けになった瞬間に、それを見ている自分はそこから逃げる人になっていなければいけないです。なぜならば、そうでなければお化けの脅威ってものは成立しなくなってしまうからです。お父さんがお化けになった瞬間、その相手はお化けから逃げる人間っていうものを演じているんです。同じことがさっきのその見せ物屋でも言えます。見たこともないような世紀の大マジックっていうものに見立てたその瞬間に、それを見ているその観客はそんなものに歓声を上げている少し頭のおかしな人間というものを演じているんです。それがごっこ遊びの楽しさなんですね。さて、お化け屋敷です。お化け屋敷ではこの演技というところにポイントがあります。お化け屋敷は自分の体が脅威にさらされるという、非常にこう切羽詰まった生々しい体験を伴っていきます。ですから、直接それを自分で何とか受け入れないよりちょっと避けようっていうふうな、そういうような働きが行われていきます。その時にどういう方法を取るか、その一つがお化け屋敷っていうものをごっこ遊びの空間に置き換えてしまおうっていうことを行います。どういうことをするかというと、まずお化けに怯える人間っていう存在を作ります。で、その存在を自分で演じながらお化け屋敷の中を通っていくんですね。そうすると目の前で起こっていることは全てフィクションに置き換えられてしまいます。どんな脅威が襲ってこようとも、それはお化けを演じている自分が受けていることなので、実際の自分に実害を及ぶことはない。その脅威がどれだけ大きくても、それが全て遊びのことになっていってしまうっていう、そういうような転換が行われていくんですね。お化け屋敷が楽しくなる、そのメカニズムは実はここに隠されているんです。お化け屋敷がごっこ遊びの空間に変わることによって、恐怖が楽しいっていうものに変わっていきます。私がなぜお化け屋敷が、に人が行きたくなるのか、このことの理由の一つ、それはここにあります。ところで、さっきお姉ちゃんが何お父さんバカなことをしてるのっていうふうなことを言ったって言いましたよね。でも、何バカなことを言ってるのっていうよりも、キャーって言って逃げた方が楽しいっていうふうには思わないでしょうか。お父さんがお化けだぞって言った時に、そこから逃げる女の子の心の中には、何かこう遊びたいっていうかすかな意志のようなものを、それが芽生えているんじゃないかなっていうふうに思います。もう少し丁寧な言い方をすれば、それは意志というような主体性を伴うものではなく、むしろ体の奥から方から湧き上がってくるかすかな衝動っていう方が正しいのかもしれません。このかすかな衝動っていうのは、遊び心っていうに呼んでもいいかもしれません。世界っていうものは、私たちがこうであるっていうふうに捉えているからそこにあるわけですね。つまり、世界はそこにあるのではなく、私たちがそう捉えているんです。ある意味、世界があるのではなく、私たちが世界をそうしているんですね。ですから、あるのではなくてする、
このあるのではなくてするというところに遊び心が加わったときに、一見退屈に見えるこの世界っていうのは、その遊び心によって輝くものに塗り替えられているのではないでしょうか。ですから、もしかしたら遊び心というのは私たちに与えられた魔法の杖なのかもしれないです。ですから皆さんは、もしお化けだぞって言われたら、すかさずキャーっていうふうに逃げるようにしましょう。そうすると皆さんの人生は必ず明るく照らされることになっていくと思います。さて、いよいよ本題です。私が暗闇の中で考えた怖いお話を皆さんにしなければいけないと思っているんですが、残念ながら時間になってしまいました。今日の話はここまでです。どうか皆さん、遊び心を忘れないように。ありがとうございました。